出かける予定の方は、しっかり寒さ対策と雨対策をしてお出かけください、はい、ちょっともしかしたら成人式の会場に行く段階でもですね、まだ雨が残っていたりもするかもしれないので、ちょっとね雨対策しっかりと行っていただければと思います。はい、はい、もうちょっと成人式に行かれる方ね、寝てるかもしれないですけどね。そうですね、朝早い方が多いでしょうからね、結構ね早い方多いでしょうからね。ちょっともしご家族の方起きてらっしゃる方いらっしゃれば、ぜひ雨対策をするように、お伝えいただければと思います。はい、はい、で東北なんですけれども、こちらも次第に雨が降り始めまして、仙台市はほぼ雨で雪が混じるかどうかというところなんですが、内陸部では雪になっているところもあって、気温が東北地方も低いですので、内陸地方では雪になってうっすらと市街地でも積もるところがありそうなので、東北の方も、これから積雪に注意してください。で、はい、これからどんどん東北地方に雨雲雪雲広がっていきますので、明日の午前中までは太平洋側南部での積雪、注意が必要ですね。はい、はい、今日の天気、今夜から明日の朝にかけての天気はこんなところですね。はい、はい、明日のお天気アイコンでも見てみるといかがでしょうか。はい、で明日は、ちょっとですね、変わりやすい天気になるところが多くなりそうです。まず雨のち曇りもしくは雨のち晴れのアイコンになっているところは、低気圧の影響を一番受けやすいエリアですね。まだ明日の朝もしくは午前中までは雨が残ります。関東の沿岸部、特に水戸千葉あたりでは午前中、朝はまだちょっと風が強いこともあるかと思われますので、この点でも雨対策必須ですね。で、この低気圧はだんだん東に去るので、太平洋側では雨や雪弱まってくるんですが、日本海の方から別の低気圧ですとか前線が、影響してくるような状況になりますので、日本海側でも雷ですとかあられを伴って、ちょっとね、荒れた天気になる可能性があります。今日は太平洋側中心に強い雨が降りましたが、明日は日本海側でも、雨が強まる可能性があり、あられの可能性もありますので注意してください。はい、北海道も午後は急に雪が強まったりすることもありそうです。で、かなり北海道湿った雪になるんじゃないかなと思われます。今雨のアイコンついてないんですけれども、かなりですねべちゃべちゃっとした湿った雪になる可能性があるので、北海道も明日成人式という方多いですかね。通常の場合ですと、かなり乾いた雪の場合はあんまりこう傘持たなくても大丈夫っていう方もいらっしゃるかもしれないですが、明日はかなり湿った雪になるので、はい、傘を必ず準備していただきたいと思います。はい、であとは雨のアイコンついていないところで雨の心配があるところもあるので、東海も含めてですかね、この辺り、今丸で囲ったエリアもにわか雨に備えて折りたたみ傘があった方が良さそうですね。はい、はい、ちょっと雨のアイコン明日の朝になると追加になってくる可能性もあるので、最新の見解を確認するようにしてください。そうですね、ちょっと傘の出番となるところ多くなっているので、ちょっと最新の情報をご確認いただきたいですね。はい、ではですね、ここまでお天気伝えていただきました。草田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、では予報センターの草田さんに、今後のお天気解説していただきました。ほとんどの方はね、お休みっていう方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、ただちょっと明日もお仕事という方、あと成人式という方はですね、ちょっと晴れ着がね、雨や雪で汚れないように気をつけていただきたいのと、ちょっとね、今雪が降っているところではさらに、路面の状況悪くなってしまう可能性がありますので、引き続き、ウェザーニュースのサイトから最新の情報をご確認ください。今後も最新の雪の情報はウェザーニュースのウェブサイト、携帯サイト、アプリのウェザーニュースタッチでご確認いただけます。ではここからはおかえりメールスロット回していきましょう。今日も一日お疲れ様でした。おかえりなさい。おかえりメール返信してくださった皆さん、ありがとうございました。さあ、ではおかえりメールスロット回していきますよ。スロットドン、スロットスタート。今日はね、上映会もあったということでね、いつも以上にこのね、参加者さんもたくさんいらっしゃいます。返信も今日すごく多かったんですけれども、どなたが当選者でしょうか。スロットストップ。
こちらお帰りメール返信してくださった方の中から当選賞を決めていきますよ。じゃん、飯塚のくまさんに決定しました。おめでとうございます。じゃあ飯塚のくまさんのためだけにこの後メールを作成しますので、楽しみにしていてください。さあでは皆さん返信ありがとうございました。紹介しきれなかったものも含めて全て目を通させていただきます。お帰りメールはですね、本当にいつも皆さんの返信がですね、読むの楽しくて楽しくて、いつもね元気もらってるので、この後もですね全て読ませていただきます。これからも余裕のある時はぜひ帰り道のお天気や体感と一緒に返信よろしくお願いします。さてはソライブもそろそろお別れの時間となりました。最後はですね、この後ソライブナイト担当のあの方を呼んでいきましょう。それでは今日の担当は村田さんです。よろしくお願いします。いやもう、あ、大丈夫ですか？何のことかな？はい、はい、大丈夫です、はい、うん、よろしくお願いします。はい、さあ先ほどまではネット上映会ということで、うん、かなり盛り上がってましたけれども、うん、そうですね、いや、いいコミュニティですね。すごかったですね、うん、流れも早かったですし、うんうん、なんか大丈夫ですか？何がですか？なんか調子があんまり良くないというふうに噂を聞いたんですけれども、噂です噂です、うん、はい、大丈夫ですかね？もちろんです。噂ですか？はい、なんかあれただあんまりこうひねったりはできないので、あー、はい、あまりじゃあここでソライブ体操とかはできないですね。やんないか、そういうコーナーじゃないですもんね、うん、はい、はい、まあ、この後もじゃあまた振り返りということで、そうですね、はい、まあ、ちょっと雨降ってるエリアもあるので、うん、まあ、天気中心に、はい、うん、しっかりやっていこうかなと思いますよ、うん、ちょっとね雪の状況も気になるところですので。そうだよね、はい、うん、まあ、思ったよりは広がらないのかな、うん、っていうふうに思ってるんですけど、うんうんうん、そうですね、群馬のあたりなども、なんか今年は、ね、今年はっていうか今シーズンはその雪不足、うん、とかっていう話もあって、長野とかはね、うん、スキー場にとってみては、ね、うん、いいのかなと思いつつ、うん、住んでる人にとっては結構ね、こうまとまっちゃうと辛いよねっていうのは、こう適度にちょっとずつ小分けに降ってくれたらいいんですけどね。そういうふうに、ね、そういうふうにいかないんですよね。降ってくれればいいんだけど、うん、みたいな話はありますよね、うん、はい、うん、じゃあそのあたりお天気も確認しつつ、そうですね、はい、うん、名場面も楽しみにしております。はい、今年一発目の名場面になります。あ、一発目ですか、うん、はい、はい、昨年はね、なんかガチャピンというなんかこう大きいこう名場面がありましたけど、2017年もなんかこうドカンとすごいのがいろいろ生まれるといいですね。まあそうですね、ほどほどに煽ってください、うん、言ってきますけど、ほどほどにね。そうかそうか、もう怒られるかどうかスレスレみたいなね。いや、でも本当最近面白いよね、折り方が。そんなことない、全然煽ってないですよ。これです、もう今スイッチ入りましたね。入りました。全然煽ってない。これです、これですよ。全然全然全然、私は何も、はい、犯人って面白いね、はい、はい、じゃあこの後も、はい、よろしくお願いします。はい、体調に気をつけて頑張ってください。全然大丈夫です。よろしくお願いします。お願いします。なんか動きがちょっと硬いんですけれども、村田さん今日なんかちょっとこう体調がいろいろあまりよろしくないみたいなので、皆さんコメントで絶好調です。絶好調ですか？無理しないでください。無理しないで。ぎっくり腰経験者から患者へって、あ、皆さんもう分かってるんですね、うん、まあ、そうですね、ちょっとね立ったり座ったりとかはあんまりできないと思うんですけれども、ちょっといろいろいいパスを打っていただければなというふうに思います。ではここまでソライブもお届けしていきました。皆さん参加ありがとうございました。明日は何だったかな、私 LINE だったかな、 LINE 担当だったかな、ちょっとね明日LINE は次の週だったかな、 LINE だったかな、ちょっとね明日も、よろしくお願いします。どこかに登場します。LINE だったかな、ナイトだったかな、 LINE だったか、イブニングもあるんだよな、イブニング、あ、イブニング、怪しいって何、イブニングに入ってた、あ、じゃあイブニングだ、あ、わかった、イブニング LINE 夜のウェザーナイトニュースだ、そうだそうだそう、ね明日すごい長いんですよ。なので皆さん明日も参加して一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは最後はこのコーナーでお別れです。おやすみキャッチ。
お休みに添える夜のキャッチをご紹介していきます。さあこの1週間はですね、週刊ニュースを振り返る日替わりコーナーをお届けしていきました。私の週刊ニュースではストレッチ毎日やってるよなんてお話をしていまして、最近はですね、1ヶ月で誰でもベタッと開脚ができるようになるという流行りの本を見ながら毎日毎日ストレッチして、だいぶですね2週目に入って成果が現れています。ということで、健康のためにもね、今日もストレッチしてから寝ようっと。さあじゃあみんなおやすみ。さあ今日もやるかな、日課のストレッチやるかな。ふうほっ。おやすみなさい。
ムーンではないですね。はい、ナイトの時間で皆さんこんばんは。びっくりしましたね、いきなりムーン、聞いたことないようなムーンのジングルが今流れましたけれども、あ、そうか、音楽だけはナイトだったのかな、あ、音楽も含めてか。はい、さあ皆さん23時を回りました。日曜日の23時からは、私村田がお届けさせていただいております。はい、ということで、あ、はい、ちょっと見れております。さあ、今晩は、25時まで、深夜1時までのオンエアとなっております。はい、ちょっとあの天気の方が今ちょうど、中部から関東にかけて雨雲がね、かかって顔が元気ないな、そんなことないですよ、とても元気にやらせていただいております。はい、ちなみにここのチャットが固まっているのでスタッフのどなたか、後で更新いただければと思います。はい、ニコ生のチャットも見れております。ムキャス、ラインライブ、長丁場はつらい、いや、そんなことないですよ、頑張っていきましょう。フレッシュ、天気大荒れ、そうですね、今ザーザー降りのところも多くなってます。はい、天気中心に今日はねお送りしていこうと思います。そして YouTube の皆さんも、はい、村ピーこんばんは、無理すんなよ、全然ですよ、何のことかよく分かりませんけどもね。はい、お、山梨ようやく雪が止みました。そうですね、山梨の方はちょっとピークやっと超えたみたいですね、よかったです。あとは長野かな、はい、この後長野からいただいている最新のリポートなんかもご紹介しながら行こうと思います。横浜は強い風がまた吹き出しましたね。さあ、コメントをいただいております通り、今の天気を皆さんにお聞きしていきましょうか。はい、それでは空ボタンをオープンします。あ、仙台では今雨降ってるそうですね。うんうんうん、23時現在ポツパラの雨、福岡なぜかちょいちょいオールナイトじゃないのっていうコメントが入りますけど、オールナイトを告知した覚えがないですね。はい、まあ、3連休、まあ、このタイミングで3連休来るかっていうのはちょっと思いましたけども、はい、すみません、体調の都合で辞退させていただきます。はい、東京雨風は強くないです。広島曇り、東京雨、そう、元旦やったばっかりですからね。はい、さあ、それでは皆さん天気送っていただきましたか。それでは締め切っていきましょうか。5秒前です、4321、終了です、ティーン。さあ、それでは見ていきましょう、どうぞ。雨多いですね、マップで確認していきましょうか。はい、はい、マップで確認するとこうなります。はい、現在関東の、まあ、太平洋側の方に低気圧がありまして、それに伴う雨雲が、ね、強く雨を降らしておるところです。そして黄色、長野のみかな、はい、黄色の雪報告をいただいております。うん、はい、ご報告ありがとうございます。九州の方はもう晴れてきてますね。はい、まだそうですね、九州北部の方はちょっと雨が降ってると、先ほども福岡でちょっとポツパラっていう報告もありました。日本海側はまた別の低気圧と前線の影響で、この後もちょっとね、また雨雪降りやすいみたいな状態は続きますけれども、うん、はい、先ほどの予報センターからもね、お話ありましたよね。はい、じゃあちょっと一旦戻ってもらって、
て、じゃあこっち側をちょっと画面見ていきましょうか。はい、こちら現在の雨雲レーダーと、はい、皆さんの報告このようになっております。ちょっと、東日本を中心にね今表示をさせていただいておりますけれども、まあ近畿から広いエリア東北に至るまで今ちょっと雨の報告いただいております。それに雨雲レーダーを重ねるとこういう感じですね。はい、今ここに強い低気圧あります。それで、雨雪降らせているところが多いです。今雪の報告をいただいているところを中心に見ますと、長野が中心、どかどかっていただいてます。あとは山梨でもまだところにより雪の報告はたくさんいただいてますね。そして北関東でも少し、はい、雨雪、そしてみぞれの報告なんかもありますね、この辺でも。はい、先ほど予報センターの草田さんの解説によりますと、今の時点でその雪じゃなくて雨が降ってるところはこのまま雨で経過しそうですというコメントもありました。はい、23時からですね、詳しい天気をまた予報センターからお伝えさせて、23時半ですね、失礼しました、23時半からお伝えさせていただこうと思います。はい、さあということで、リポートいただいているのでちょっとリポートを見ていきましょうか。あ、出ました出ました。はい、それではまず1枚目は長野県長野市シプール中さんかな。はい、夕方から雪に変わり、先ほどまで南岸低気圧特有のべちゃべちゃな雪が降っていました。道路はシャーベット状態に。長野では上雪を上雪というのが一般的。今日の雪は周南新の方が多いだろうなというコメント。上雪っていうんだ。あ、コメントいただきましたありがとうございます。上雪っていうんですか、長野では。へえ、確かにね、こう南岸低気圧の雪がびちゃびちゃして、でこれからね凍結とかも心配ですね。はい、いかのまのコメントは拾いませんよ。はい、上雪っていうんだね、上に雪って書いてあるね。はい、さあそれで続いてのリポートです。シプルさんありがとうございました。続いて、同じく長野県富士見町ママ夫婦 M さんからいただきました。積雪が20センチを超えました。雪は少し細かくなりましたが降り続いています。山梨県、あ、小淵沢ですって、こちらの写真の方は。はい、一気に20センチは相当インパクトがありますよね。これはお庭でしょうかね。はい、拝見すると庭石がすっぽりと、ね、雪かぶっておりますけれども。はい、ママ夫婦さんありがとうございます。そして長野県安曇野市カノープスさんからいただきました。あ、降ってるのがわかる写真ですね。こんばんは、こんばんは。昼間には降っていなかったが、雪は仕事が終わり外に出てみるとどっさり積もり、まだまだ止む気配はなく、どかどかと降り続いています。車の雪落としは持ってきましたが、雪かきと長靴持ってくればよかったな。安全運転で帰りますという報告いただいております。ありがとうございます。これはちょうど車のね、ボンネットとフロントガラス、ワイパーを立てている、ね、やっぱりこう雪の多いエリアではワイパーを立てて駐車しますよね。隣の車もねワイパー立ててますけれども、凍りついちゃうんですもんね。はい、はい、ということでカノプスさんリポートありがとうございます。22時43分にいただいてましたね。はい、そして続いて山梨県笛吹市桃花さんいただきました。
雪ならではのというタイトルでいただきました。雪の降り方がだいぶ弱まってきました。このまま止むのではなく予報通りに雨になり雪を溶かし明日の雪かき免除になってくれると嬉しいのですが…ため息をつきたくなる積雪写真ばかりでは何なので、雪ならではの写真を1枚ということで、雪ですね、雪ですね、はい、木の枝に積もっている雪ですね。あれですね、あの風はそんなに強くないんですね。風が強いとね、ここまで積もってるとパサパサって飛んでっちゃいそうですけれども、はい、天気はふわふわで報告いただいてるので、ふわふわした雪なんでしょうね、はい、さあということで桃花さん体感極寒でいただきました、はい、外からの報告ありがとうございます。続きまして静岡県三島市青志さんからいただきました。体感極寒ですね。こちらも大荒れの天気です。東海道線の電車も運転見合わせですということで、大変ですね、はい、今ちょうどピーク、そしてピークを過ぎるかなぐらいですね、静岡、はい、もう少しの辛抱だと思いますので頑張ってください、はい、こちらリポートは静岡県三島市からいただいております。天気はさーということで雨の報告をいただいております。そして続きまして神奈川県川崎市からいただいておりますカズさんですね、ありがとうございます。体感極寒ですね。同じく、タイトル台風並み。18時過ぎた頃から風が強くなり、今は家がガタガタビュービューなる北風です。台風並みです、ということで、2階窓から手を伸ばし北風マックス 8.4 メートル、外で測ったら多分10メートルは超えていそうです。気温は4度、窓から伸ばした手の体感は氷点下、おお、視界は都心まで見えなくなるほど、見えないけど数キロくらいはよく見えますという報告をいただきました。はい、詳細の報告ありがとうございます。極寒ですね。気温4度ということでね、はい、4度で風が強いと体感的には、これだともう氷点下の体感ってことになりますね、はい、雨は明日朝ぐらいまで続きそうですのでね、あの引き続き、ね、暖かくしてお過ごしいただければと思います。はい、ということで皆さんからたくさんのリポートをいただいております。ありがとうございます、はい、連休ということで、もし3連休の方いらっしゃったらですね、その天気のその変化ですとか、またこの後もリポートを送っていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。さあ、それでは今日ちょっと雨の降り方がね、強いエリアもあるので、ちょっとこうピーンピーって言うんですけどね、ワイプでこちら、こちらでずっとね、情報の方は出させていただきますね、はい、こういうふうにこう切り替えながらね、皆さんからの報告が、雪のエリアがどうなっていくのか、この報告は、ご説明するとですね、今設定は過去1時間分の皆さんの報告を集めております。はい、あ、今更新されましたね。でまた、はい、じゃこういうふうに、ね、天気見ながら進めてまいりましょうか。はい、よろしくお願いします。さあ、本日なんですけれども、この後はいつものフォアキャッチ、おやすみキャッチ、名場面というふうに続きます。1月1日からのやつで編集をしているということになっておりますので、はい、さあ、まずはおはキャッチからいきましょうかね。おはキャッチ見て、その後予報センターとつないでいきましょうか。はい、それではおはキャッチよろしいですか。よろしいですね。はい、それでは参りましょう。
今週のおはキャッチです。1月1日の分も合わせて8本あるということなので連続でご覧いただきましょう。どうぞ。はい、さあそれでは続いてはこちらのコーナーです。もうなんか懐かしいですね、お正月って。せーの、おはキャッチ。せーのせーのなんだ急にせーのって言ったからちょっと歌い方になってしまいましたねさあそれではおはキャッチ、みなっちからいきましょう。初キャッチですね、はい、あ、そうだ、今年初キャッチ、2017キャッチお願いします。はい、私のオファーキャッチはこちらです。あと364回会おうね。リモンちゃん、リモン着物着てる。リモンちゃんも着物着てます。柔道っていう。柔道、え、柔道じゃないです。柔道、柔道じゃないです、ね、柔道着じゃないですよ。浴衣、浴衣、浴衣、一応私とお揃い風の浴衣です。浴衣、あ、浴衣じゃない浴衣じゃない、傷つかんが着物、着物で、あの、私と同じ着物です。はい、あと364回で、はい、ゆっくりと行きたいです。はい、あ、はい、それでは実践していきます。おはよう、あと364回会おうね。では素敵なお正月を。それでは続いてのコーナーです。続いてはおはキャッチ、おはようの一言に添える今朝にぴったりのキャッチを紹介していきます。今日のおはキャッチはこちらです。今日予定空いてる？一緒に駅伝見に行かない、ね、さっき駅伝のお話もたくさんしていましたし、今日のキャッチはこれに決まりということで、あ、そう、リボンちゃんも応援してるんです、箱根ということで実践していきます。おはよう、今日予定空いてる？一緒に駅伝見に行かない？では素敵なお休みを続いては新春おはキャッチ、おはようの一言に添える今朝にぴったりのキャッチを紹介します。それでは今日のおはキャッチは、いろいろイベントがあるのでね、こちらです。じゃん、一緒に見に行かない？昼間は駅伝、夜は四分木座。ハゲリモンちゃん、ハゲリモンちゃん、もうリモンちゃんはハゲてないのに。怒ってる怒ってる怒ってるよみんな。なんかすごい、あの、リボンちゃんがリボンちゃんになってる。リボンちゃん、そうそうそう、フランス語みたいになってる。リボンちゃんリボンちゃんリボンちゃん、急に急に上品ですね。こっちとワインとかリボーン、ね、何を言ってるのこの人。これは今日四分木座流星群今夜ありますので、一日楽しむことができますね朝から夜まで。はっきりリボーンってなってる、うん、ボナペティボナペティ昼間駅で見て夜は空を見上げる、いいですね。割れ変わっちゃった。ここは星でこちらはタスキですね両方兼ね備えてます。ということで実践していきたいと思います。ではいきますよ。おはよう、一緒に見に行かない？ドキ。昼間は駅伝、夜は四分木座。それでは素敵な一日を。続いてはおはキャッチ、おはようの一言に添える今朝にぴったりのキャッチを紹介していきます。まあ、では、まあね、ストラボタンの結果も今日お仕事始まりという方が多かったですし、今日のおはキャッチはこちらです。コメントがあったんだけど怒られるよ本当。そういうお正月のお休みモードはもうおしまい。ここだけの話にしていくよです。
おしまい。おしまい。おしまい。見えます？え、ギャーってなんだろう。ギャー。え、出っ歯じゃないですよ。出っ歯じゃないですよ。あの、これはペロってやってるんです。ペロってやって、ちゃんとこう、こうやってるんですよ。そう。あ、歯かと思いました。ということで、実践していきたいと思います。それでは、実践していきます。おはよう。お正月のお休みモードは、もう、おしまい。おしまい。では、お仕事、頑張っていってらっしゃい。続いてはおはキャッチいくでということで、今日のおはように添えるキャッチはこちらです。じゃん、あ、じゃん冬将軍から私を守ってということで、はい、この前お正月の特番で誕生しました新キャラ、早速登場です。コーンちゃんコーンだとコーンちゃんがガクブルしてます。冬将軍で今日は寒いのでね、こうちゃんマフラーしてますがやっぱり寒いみたいですねこうちゃんも私も守ってくださいということで早速実践していきたいと思います。見てないと思ってるのか。おはよう。冬将軍から私を守って、おはキャッチ。チャットのコメントから私も守って。ということで今日のおはように添えるキャッチはこちらです。じゃん。今朝は底冷え防寒バッチリでということで、あ、コーンちゃんもね、あ、こっちだった、マフラーとお帽子かぶってます今日もコーンちゃんかわいいとやった、いい新キャラができましたね2017年。よかったです。帽子ですよこれ、はい、マフラー、まあね、帽子、皆さんもしっかりとしていただきたいと思います。コーンちゃんはね結構あの皮に守られてますので寒さに強いと思いますよ雪国生まれだから。それではこちらで実践していきたいと思います。いきます。おはよう。今朝は底冷え防寒バッチリで、いってらっしゃい、いくでということで、今日のおはように添えるキャッチはこちらです。じゃん。七草がゆを食べてお腹に優しくね。はい、七草がゆのね今期限なんかも確認していきましたが、皆さんお腹に優しくしましょう。こんちゃんも今日は七草がゆ食べてますよ。コーン入りの七草がゆですそれでは早速実践していきたいと思います。皆さんもぜひ今日は七草がゆ食べてくださいね。それではいきます。おはよう。今日は七草がゆ食べてお腹に優しくね。おはようの一言に添える今朝にぴったりのキャッチを紹介していきます。では今日のおはキャッチこちらです。じゃん。今日は雪が降るところもあるんだって、暖かくしなきゃね。え、これはあの雪だるまをリボンちゃんがなでなでしてる。暖かくしなきゃねっていう感じ、暖かくしなきゃねっていう感じでなでなでしてます。リボンだるま、そうですね、リボンだるま、ちびリボンちゃん、ちびリボンちゃんなんかミニドラ的な位置ですねミニドラ的な位置ですでは実践していきます。おはよう。今日は雪が降るところもあるんだって、あったかくしなきゃね、うん、それでは素敵な一日を。はい、ということで、おはキャッチをご覧いただきましたさあ、コメントの方がざわざわしてますけれどもね。それでは予報センターをお呼びして、準備ができたらお呼びして、最新の天気を、23時30分からやっていただきますけれども、その前にね、あのちょっとクロストークができたらいいかなというふうに思います。
さあそれではお呼びしましょう。予報センター草田さん。はい、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。明けましておめでとうございますですね。そうですよね。はい。そうですね。よろしくお願いします。私もよろしくお願いいたします。お願いします。はい。いやー、はい、朝とかね、日中とかはよく拝見してたんで。はい、そうですね。そうか。まだ年明け。絡みは初でしたね。そうですね、割と年明ける前が朝が多くて、うんうんうん、それから夜が多かったので。なるほど、はい、いや、どんな、お正月をお過ごしでした？お正月ですか、うん、風邪をひいておりました。あら、それは大変でしたね、はい、そうですね、ちょうど年を越すタイミングぐらいが一番体調が悪くてですね、紅白とか見ながらなんか体調悪いなって感じでした。そうですか、はい、もうでもすっかりだいぶ良くなりましたけども。それは何よりです、はいはい、そうね、年末年始って風邪ひくよねってコメントもありますけど。そうなんですよね、うん、なんですかね、結構なんか年末になってから急に体調が悪くなってバタバタっと来てしまったので、なんかそういう方が多いんじゃないかなと思います、うんうん、結構もう年末にこうかけてこう大きな連休とかの前にこう追い込んだりしますからね。そうですね、いろいろね、年末年始でお休みになるのはいいんだけれども、その前後が忙しいとかねありますからね。いや本当そうですね、はいはい、あとは十何年ぶりに高校の先生に会いましたね。同窓会？ちっちゃな感じの同窓会で、十二、三年ぶりかな、高校の先生に会いました。十何年経つと、はい、まあ、先生は多分そんな変わってないのかなと思うんですけど。そうですね、でもお前変わってねえなって言われました。あ、そうですか。あ、そうですか。あ、女性は結構ね変わるっていう人多いとは思うんですけど、変わってなかったですか？でも、変わってないみたいですね。なるほどね。そんな、そう、友達が3、4人ぐらいかな、はい、いて、先輩もいて、はい、私たちがいてって感じだったんですけど、はい、全然変わってないってみんな言われてましたね。そうなのか、はい、いいですね。楽しかったですね。地元の方で？そうですね、地元に帰って、お、はい、そんな地元がね、今ちょっと雪が多いですね。はい、そうなんですよね、結構しっかり雪が降ってて、今年実家に帰った時に、うん、みんな口々に今年は雪が少ないねってずっと言ってたんですよね。長野なんですけども、うん、まあ、雪が少ないのは楽なんですけど、うん、やっぱり雪が少ないと、うん、スキー場雪が足りないとか、うん、あとは除雪のお仕事されている方が、うん、やっぱり雪が少ないと仕事にならないので、うん、それが大変とかですね、いろいろあるみたいですね、うん、雪国はやっぱり雪がないとなんかいろいろ困りますよね。そうですね、うん、なんか楽っちゃ楽なんですけど、適度に降ってくれないとやっぱりちょっとね、はい、困るみたいですね、はい。じゃあこの後は、はい、その雪の情報、はい、そして明日にかけての天気、はい、そうですね、はい、詳しくよろしくお願いします。見ていきたいと思います、はい、この時間の皆さんからいただいている天気の報告を見ますと、関東エリアが今濃い青色のザーザー降りの雨の報告をいただいてますね、関東南部のエリアではゴーという激しい雨が降っているようなところもあります、一方で関東の内陸のエリアでは、雪の報告いただいておりまして、しんしんと強く降ったりドカドカと降っているところもありますね。で、低気圧による影響で雨や雪が降っているんですけれども、この低気圧、前線による雨、雪、
この後もうしばらく続きそうです。名古屋方面では雪のピーク、雨のピークですね、越えてきて、もうこの後はあまり強まることはなく、日付が変わった後ぐらいまで少しパラパラ程度の雨は残りますが、強く降る心配はなさそう。近畿は晴れてきていますが、長野県内、山梨県内はもう徐々にピークは越えつつあって雨に変わってきているところもあるんですが、日付が変わってでまだ 1,2 時間ぐらいは、しんしんと降ったりするようなところもありそうですね。積雪がまた増えていく恐れがありますので、注意いただきたいと思います。山梨県内では、積雪の増加量、降雪量として合計で、降り始めから30センチ近くなっているところもあったり、長野県の、中部南部の方ですね、15センチから20センチということで、先ほどもリポート来てましたけれども、南側の方が、雪の量が多くなっていますので、この後も路面状況十分に注意いただきたいと思います。でかなり湿った雪で、重たい雪になってます。でリポート見ていると、非常にですね、滑りやすいといった報告もいただいてますし、ここまで、今年はあまりこういった感じの、しっかりとした雪が降っていなかったところも多くて、久しぶりのかなりまとまった雪になっているかと思いますので、車の運転要注意というところと、雨に変わってきているところもありますが、明日の朝まではしっかりとした雪が残るところ多そうですので、明日の朝も少し、時間に余裕を持ってお出かけいただいた方が良さそうですね。そして、深夜1時2時ぐらいになってくると雪のピークは越えてきて、次第に朝にかけて止んでいくかと見ておりますが、関東地方はまだ低気圧の影響がこの後も続いて、明日の朝までは雨が続きそうです。だいたい雨のピークが3時ぐらいまでと見ていまして、それまではザーザー降りの雨が降ったり、あとは沿岸部では強い風が吹いていますね。低気圧の最接近に伴って傘がさせないレベルの風が関東南部沿岸部でもかなり広範囲で吹いているんですが、この風まだ午前3時ぐらいまでは続いてしまいそうなので、かなり冷たい雨が強く横殴りに降って、濡れてしまうとかなり寒いかと思われますので、雨への備えをしっかりと行うようにしてください。傘がひっくり返って壊れてしまったりということもあるかと思われますので、丈夫な傘、水を弾きやすい服装などが良さそうですね。雨自体は明日の、朝6時、少なくとも6時ぐらいまで、長ければ昼前ぐらいまでは残る可能性がありますので、関東エリアの方はこの後も、雨の降り方要注意ですね。道路冠水が発生するほどの雨には、関東南部のエリアではほとんどならない見通しなんですが、伊豆諸島の周辺では非常に発達した雨雲が発生していまして、伊豆諸島このあと午前3時ぐらいまではゴーという激しい雨や雷、突風を伴って暴風クラスの風が吹いて激しい雨、風が続きますので、こちらは災害の発生などに注意いただきたいと思います。強い風、暴風で物が飛ばされてきたりですね、あとは雨によって道路が川のようになってしまったりというところもあるかと思われますので、非常に、車の運転など危険になりそうですね。夜間の間はなるべく外出を控えるようにしてください。そして東北地方なんですけれども、こちらも雨が降ったり止んだりとなっています。降水量は今さほど多くはないので、気温の下がり方も鈍く雨となっているところが多いんですが、朝にかけて低気圧が北東に進んで、東北地方に接近してくると寒気の引き込みも強まってきますし、雨から内陸部を中心に雪になるところもありそうですね。沿岸部では雨のところが多くても、内陸部では雪になって積もる恐れがありますので、山形や会津、福島、そして仙台も西側のエリアほど積雪にご注意ください。で東北地方の雪、雨に関しては明日の午前中までは低気圧の影響で続きそうですので、傘の出番が明日の午前中までは続いてしまいそうですね。これから北部のエリアにも深夜日付が変わると雨雲、雪雲流れ込みやすくなっていきますので、天気下り坂です。ご注意いただきたいと思います。
そして明日の全国的な天気なんですが、ちょっと天気図で確認していきましょう。まずは今夜から明日の朝にかけての天気図見てみますと、日本の南海上を低気圧が東に進んでおります。朝には低気圧は東の海上に中心が離れていくんですけれども、かなり低気圧発達して関東の東側のエリアではまだ等圧線の間隔が狭い状態が続きますので、明日の朝もまだ強い風が残っていそうですね。風のピークは越えますが、朝までは雨が横殴りになることもありますので、車の運転の際要注意。そして明日成人式で朝早く外出される方、成人式にお出かけの方は雨に濡れないようにちょっと十分に注意いただきたいと思います。対策しっかりとしてください。そして明日の日中は、雨のピークを越えて、関東エリアはピークを越えてだんだんと弱まっていくんですが、なかなかすっきりとは天気回復しないところが西日本東日本多くなりそうです。気象予測モデルで明日の天気の流れ確認していきたいと思います。はい、こちら左側にお見せしているのが降水の予想ですね。こちら朝9時の午前9時の予想になっています。低気圧の中心はもう東の海上に離れていっているんですが、東北の太平洋側などはまだ低気圧の影響を受けて雪や雨が残るところが多くなりそうですね。また西日本の日本海側のエリアにもまとまった雨雲が発生していますが、こちら風と風がぶつかって雲が発達しやすいエリアとなっていますので、この雲が流れ込む影響で中国や四国エリアでは広いエリアで雨が降りそうです。特に日本海側は活発な雨雲が流れ込みますので、雷を伴った強い雨、あられ、突風に要注意といった状況になりますし、そして山陽ですとか四国の瀬戸内側、そして九州北部も寒気の影響を受けてにわか雨がありそうですので、明日雨のアイコンついていないところも結構あるんですけれども、西日本の日本海側、東シナ海側、瀬戸内側のエリアの方は必ず傘を持ってお出かけいただいた方が良さそうですね。そして午後にかけてこの雨雲東に移動していきますので、こちらは午後、3時ぐらいですね、15時ぐらいですけれども、京阪神エリアでもにわか雨の可能性があります。あまり強くは降らない予想なんですが、小さな雨雲が流れ込んできてパラパラさーっとにわか雨をもたらす可能性があるので、京阪神エリアの方も折りたたみ傘があると安心です。さらに雨雲は東に移動していきます。夕方になりますと東海エリアに雨雲が流れ込む予想になっておりますので、東海エリアの方も小さな、雨雲の通過によってパラパラとにわか雨となる可能性があるので、名古屋方面の方も折りたたみ傘があると安心ですね。そしてちょっと時間を戻しますけれども、北陸から、東北地方に関しては、日本海からの別の前線、こちら側にある前線の影響もあってざっと雨が強まったり雷、突風の可能性があります。こちらは夕方18時ごろの予想ですが、発達した雨雲が流れ込んでくることがありますので、東北の日本海側では夕方前後、午後から夕方にかけて雷ですとかあられを伴って雨が強まる可能性があります。突風も伴うことがありますので、こちらも大きめのしっかりとした傘の方が良さそうですね。一方で東北の太平洋側、関東エリアなどは午後になってくるとだんだん雨雲が少なくなってはくるんですが、この前線の影響などもあって、東北の日本太平洋側のエリアも夕方から夜にかけてにわか雨の可能性は残りますので、引き続き折りたたみ傘があると良さそうですね。あとはまだちょっとブレはあるんですけれども、関東地方もこの神奈川県の西部あたりを中心に夕方頃までは弱い雨雲が残ったりというところもありそうです。このあたりもにわか雨の可能性が引き続き残りますので、本降りの雨が収まった後も念のため折りたたみ傘があった方が良さそうですね。
そして北海道エリアなんですけれども、北海道は今日とても穏やかな空になったところが多かったんですが、明日は、また日本海からやってくる前線や低気圧の影響で雪や雨が降りやすくなっていきます。まず、このようにですね、道南のエリア、特に室蘭ですとか苫小牧のあたりは午前中のうちから南からやってくる湿った空気によって、雪や雨が降り出しそうですね。そして午後にかけて日本海からライン状のしっかりとした雨雲、雪雲流れ込んできますので、広いエリアに雪雲、雨雲が広がっていきそうですね。だいたい、札幌では夕方18時ぐらいから21時ぐらいにかけてが一番、雨雲、雪雲流れ込みやすいエリアとなりますし、あとはこちらでも雷ですとかあられなどを伴う可能性があるので、大きめの傘の方が良さそうです。さらに寒気も弱め、ちょっと弱まっているということで、函館のあたりは雨、札幌でも雪のアイコンはついていますが雨が混じったりということもありますので、かなり湿った雪、北海道にしては重たく湿った雪になりそうなので、雪の時にあまり傘を持たない方も、傘を持ってお出かけいただいた方が良さそうです。そして最後、沖縄エリア見ていきたいと思います。沖縄エリアは今日午前中中心に雨が降りました。明日も北から流れ込む寒気の影響によって雲が広がりやすい、すっきり しない空、となる時間帯もありそうなんですが、雨雲は今日に比べると少なく、なりそうです。パラパラと所々で弱い雨が降る可能性はありますが、まあ、雨の継続時間はあまり長くない、さらに、降るエリアも狭いということで雨のアイコンはつけておりません。沖縄は雲が広がりやすいんですが、日差しのチャンスもあるという天気になりそうですね。ただ北寄りの風が強く吹いて風がひんやり